うちの創業はですね、寛政7年で、西暦でいうと1795年で、今年で225年目になるんですか。はい、で私が8代です。九州の、北の方にあります佐賀県の南西部に位置して、山紫水明というか、非常に周りがちょっと山に囲まれたような自然豊かなところに位置しております。まあ、大体のごみっていうお酒のブランドは、この地区の地名から取りました。で、うちの酒の味の特徴というのは、佐賀県の味の付けっていうのは、結局料理でも、濃くて甘いんです。それが佐賀県の、味の文化なんですけど、その味に合うような、お米の味がしっかり出てるタイプがうちのお酒の特徴です。のごみっていうブランドが立ち上げて20年っていうふうに聞いてるんですけど、まあ、20年でここまでこう持ってきた父は、まあ、相当頑張ってここまでのごみっていうのを普及させていったんだなっていうのは、まあ、父の凄さを、まあ、今になって感じています。だからその父が築いたのごみの軸はぶれずに、まあ、楽しいことをやっていきたいっていう、この若い社員たちと一緒にですねって思っています。もっとこう皆さんに愛してもらえるようなお酒にしていくことが僕の使命かなっていうふうに思ってます。佐賀佐賀でのまた県の味っていうのがあるんです。だから日本酒もですね、一つの味じゃないんで、いろんなタイプの酒がありますんで、ぜひ、佐賀の酒を飲んでいただきたいと思っております。